忘れてたぜ。テレビ実践だよな。前もあった気がすんな、この絵面。本当に君の友達？変な人ばっかり。元はおめえのせいだろうが。テレビが。ううん、テレビじゃないよ。うつろの森が消滅したの。もう存在する意味ないから。やったね。どう？運命変わっちゃった気分は。うん、なんか変な感じ。私生きてるし。そりゃそうだ。俺らそのためにあんなとこまで行ったんだもんな。あの、助けてくれてありがとう。あと、ごめんなさい。な、何？何なのその反応。お前、今ごめんつったか？言ったね。素直に言った。は？いや、なんか言わなそうじゃん、そういうの。はあ？ばっかじゃないの？もういい。今の取り消し、なしだから今の。ああ、もう。真面目に聞けよ！てか、大体何なの君たち。いっぱい傷ついて、私のこと助けに来てさ。そんなの君たち何の得もないじゃん。わけわかんないよ。そうなの？正直私らも迷ったよ。いきなり向こう側とか言われてわけわかんなかったし。でもさ、それで助けないってやっぱ違うでしょ。誰かのせいにして見ないふりしたんじゃ、今までと何も変わんねえからな。マリーちゃんは困ってて、俺たちがそれを助けた。そんで十分だろ。全然わかんない。わからないことが不安なら、これからお互いを知っていけばいいじゃないですか。僕らも、あなたにもっと、この世界のことを知ってほしいですし。そうそう。もうすぐちょうどバレンタインだしね。バンレタイン？ん？はあ、やっぱ知らないよね。あのね、女の子が大事な人にチョコをあげていい日なの。まあ先輩は私が予約済みだけどね。予約とか知らないし、ずるいからなしね。予約取り消し。なあ、こんな。早速かよ。まあ好きにやってくれ。ねえねえ、外晴れてるよ。本当だ。お洗濯一気にやらなきゃ。腰バキバキだぜ。な、飯食いかね。いいね、もち花村のおごりで。だ、何当然のことみたいに言ってんだ。大丈夫。行こう。みんなきっと待ってる。
うん。あのね、霧に体を明け渡した時、誰かの声が聞こえた気がするの。なんだっけな。人間は本当のことなんて知りたがってない。本当は霧だらけの穏やかな世界を望んでるんだ。みたいな。わかんない。でも覚えてる声。君たちが雨のさぎりを倒して、私に霧が流れ込んだ時、聞いたのと同じ声。あれ、違うか。なんか自分の声だった気もする。昔私が自分で言った言葉なのかな。いいや、もう霧なくなったもんね。聞き間違いかも、忘れて。ビビったろ。せっかく晴れたし、雪あるし、こういうのやりたくなんじゃん。ああ、マリちゃんは雪合戦って知ってるか。なあ、グループ分けどうする。うわ、何、ちょっ、投げるんでしょ、雪。間違ってる。わかった、叩きのめす。待て、目がマジすぎんだろ。男対女でいいよね、グループ分け。はい、スタート。囲まれスタートじゃねえか。てか漢字に熊吉、おめえら沈め、やっちゃえマリちゃん。なんで俺だけなんだ。いやー、圧勝圧勝。あたしらに挑むなんて10年早いっての。まあちょっとかわいそうだったけどね。でもやっぱり今日のヒーローはマリちゃんでしょう。いや、雪玉女王。性別が違うよ。ヒーローじゃなくてヒロイン。うわー、マリちゃん肌綺麗。すごい、やっぱり日焼けとか気にして。どうだ、見えるか。湯気で見えんかま。あれ、カンジ、もっと上くま。はい、でんかい。てめえ、くま。いいか。うわ、うわ。うわ。あ、見たら。懲りずにまた覗きな。え、ちょっと待て、てかマリちゃん、電気はダメ。君たちなんて大嫌いだ。なんで俺まで。
さてと、この後どうすっかな。もうちょっと学校にはいるけど、どうすっかな。帰ってもすることねえしな。そうだ、俺屋上とか行ってみよっかな。俺も特に意味はないけど、校舎裏の方にでも行ってみっかな。もう女子はほとんど帰ったけどな。チース。ったく、どいつもこいつもちょこちょこって。そんなに食いたいならてめえで買えいいじゃねえか。お前それ本気？今日ばっかりは自分でチョコ買えねえだろ。はあ、そういうもんすかね。お前ほんとそういうの鈍いな。ま、いいけどな、俺はもらうあてあるし。当てにしてねえよ。悲しすぎんだろその人生。結構もらえんだって、ジュネスのパートさんから。ゼロじゃねえってのが重要なの。ねえ里中さん、天城さん、あなた方今日は随分大きな紙袋を持ってきてましたよね。鬱陶しい要求の仕方だな。まあ一応持っては来てるけどね。えユキコ。あ、うん。お、ありがてっす。甘いもん普通に好きっすよ。なんでお前もらう前提なんだよ。俺のかもしんねえだろ。ガツくなっつうの。てか私も一応持ってきてるんですけど。もしかしてチョコ配ってる？ちょうどよかった。じゃあまずはいつも頑張ってるチエ先輩からね。なんで私？だって今日は好きな人にチョコをあげる日でしょ。お世話になってる人に感謝するにはぴったりの日だもん。この子できる。この気配り芸能界仕込みね。いやー、まさかリセチーから手渡しでチョコもらえるとは。気にしないで、ただの義理だから。ですよね。ここのチョコレートほんと美味しいから、みんなで食べてね。それじゃあ私他にも配るとこあるから行くね。すごい、何あの隙のなさ。あれ、ナオト君？皆さんお揃いで何してるんですか？何ってそりゃ、今日は一大イベントデーだろな。ああ、それで。それじゃあお酒に失礼します。あいつだけは本当マイペースだな。なあ幹事、そのよし、今日は俺と過ごすか。別にいいっすけど。なんかさ、完全に出遅れた気がするんだけど。全員注目。ここに名前を書いたチョコが入っています。各自持って帰るように。それじゃあ私今日は家の手伝いがあるから、チエあとよろしく。ユキコ？なんすかあれ。ああ、俺分かっちった。
里中さん、なんなら俺らすっとこう消えますけど。いい、そういうの余計緊張する。あのさ、私もこれ君のだけ入ってないから、後で。ああ、グッダグダだなあいつ。ま、そこも可愛いんじゃねえのな。ごめんね、チョコ渡すだけなのにパニクっちゃって昨日からずっとパニクってるんだけどさ。それでこれなんだけど。悩んだけどやっぱ手作りしてみた。ちゃんと気持ち込めたくて。味は分かんないけど、でも普通にチョコだよ、多分。なんか緊張するな。でもきっと美味しいと思う、多分。よかった、全部食べてもらえて。うまく固まんなくて結構苦労したんだ。湯煎っていうのに挑戦したんだけど、いくらお湯入れても全然混ざんなくて。ハート型とかうざかった？私らしくないよね。そっか、ならいいんだ。来年はちゃんと綺麗なハート型にするから。なんかまだ信じらんないんだ、君が私を選んでくれたってこと。私なんていうか普通でしょ、ユキコとかリセちゃんやナオト君と比べてさ。なのに私なんだもん、夢なら覚めないでくれって思っちゃうバカだよね。私一人いつもわたわたしてるよねなんか勝手に負けてる気分かも。いつかね、君が自慢できるような女の子になりたいって思うんだ。彼女だもん。こんだけ近いとさ、心臓の音聞こえるね。ドクンドクンって君の音。君の音もね、君の匂いも全部好き。もっと近づいて一つになっちゃえばいいのに。君とさ、私の音。遅い。
君待ってた。今日は花とかマーガレットとか邪魔だし。大丈夫、ちゃんと断ってきたから。チョコあげる。あの部屋コンセントないからうまくできてるかわかんない。ごめん。大丈夫なの？合ってる？どういうすごい？食べていいよ。早く食べないと溶ける。溶けると逃げる。食べたらさ、美味しいか美味しくないか聞きたい。すぐ。全部食べたの？すごいね。バカなの？まあ、工夫した甲斐あったかな。バレンタインってさ、なんかちゃんとした儀式みたいのじゃなかったんだね。調べた。なんかもっとこう人生の節目、そんなんだと思ってた。ダサい、超勘違い、バカみたい。あ、違うよ、チョコは軽い気持ちとかそんなんじゃ。それ私本気みたいじゃん。いや本気だけど。うるさいバカ。落ち着いてるよ。っていうか目つぶってよ。黙ってつぶんの？ありがとう。あのね、わかんないけど、忘れないから、君のこと、ずっと。お兄ちゃん、今日は何の日か知ってる？バレンタインです。お兄ちゃんにも知らないことあるんだね。これナナコの好きなチョコだよ。甘くて美味しいよ。今日ね、先生が言ってた。バレンタインはチョコレートあげる日じゃなくて、大事な人にありがとうって言う日だって。先生、みんなにチョコくれたよ。ナナコにもくれた。ナナコにくれるときね、大変だったけど頑張ったねって言ってくれた。みんなもね、ナナコに頑張ったねって言ってくれたよ。だからね、ナナコもありがとうって言った。お兄ちゃんやお父さんが応援してくれたから元気が出ましたって言ったよ。ナナコ偉い？そしたらね、先生喜んでくれた。
それでね、誰かに応援してもらうと困ってても元気が出るんですよって。七子が応援するとお兄ちゃんは元気出る？七子もお兄ちゃんに応援してもらうといっぱい出る。一緒だね。七子もお父さんもお兄ちゃんの友達もみんなお兄ちゃんのこと応援してるよ。もうすぐ帰っちゃっても元気出してね。チョコ、もう一個あったんだ。七子が作ったんだよ。あのね、お姉ちゃんたちが手作りチョコの作り方を教えてくれた。だから七子、お兄ちゃんに作ったよ。知恵お姉ちゃんは隠し味にコーヒー牛乳入れるって。あとお肉が嫌いな人はいないからベーコンとか入れたらって。ベーコンとコーヒー牛乳うちにあったよ。リセちゃんは個性が大事だからすごく辛いとか甘いのがいいって。お兄ちゃんは大人だから苦いがいいと思ってピーマンと青汁入れた。あと酸っぱいも珍しいから黒酢とポン酢入れた。ゆきこお姉ちゃんはお魚を入れるとコクが出ると思うって。七子、お魚ソーセージとお父さんのイカの塩辛入れたよ。あとね、ナオトお姉ちゃんは作り方の書いた本貸してくれるって言ったけど、もうできちゃったって言ったらお兄ちゃんはどんなのでも美味しく食べてくれるって。あのね、お兄ちゃんありがとう。大好き。재미있게보셨나요?영상설명에있는블로그사이트에서여러가지소개해드릴내용들도있으니부디방문해주세요.채널구독및좋아요눌러주셔서응원꼭부탁드립니다. 시청해주셔서감사드립니다.